はい、皆さんこんにちは。それから通信のご受講の方もこんにちは。今日はですね、通訳案内試験、通訳ガイドとよく言いますけども、その11月の末から始まります通訳案内試験対策、来年の対策ですね、のいわゆるその説明会ということで、通訳ガイドコースの賢い利用法という、会です、お休みのところ本当においでいただきましてありがとうございます、私セル英語ソリューションズの、最高教育責任者担当しております江口博之と申します。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、今日はコースの説明もあるんですけど、この通訳案内試験というのは意外とその詳細が知られていないといいますかね、もちろんその試験の施行団体であります、国際観光振興機構というそこのホームページ見ると分かるんですが、情報量が少なすぎてですね、実際にどんな雰囲気の試験なのかっていうのはなかなか分からないんで、とりあえずその試験の様子を知っていただくということと、それからそのコースの、教材とか、どういう理念で行っているかとか、そういった話を中心にさせていただきたいと思います。まずこの学校なんですけども、セル英語ソリューションズというですね、学校は2001年に作りまして、ですからもう12年、近くなるわけなんですけども、どういう理念で作ったかというとですね、英語の教育機関っていっぱいあるわけですよね。一つは会話を中心にやってネイティブの人とっていうタイプもあるんですけども、大体そういったところで行き着くところはもうなんていうかな、趣味の英会話みたいな感じになってしまって、本当の意味で英語の力をつけるとなると、やっぱり机に向かってやらないとダメなところもいっぱいあるわけですよね。でその勉強する動機としてやはり一つのハードルを超えるという意味からすると、国家資格とか英検1級とかそういったものを目指した方がいい。でそういう学校も他にいっぱいあるんですけど、私がもう長く作りたいなと思っていたのは、目的地はどこなのかということなんですね。例えばこの通訳案内士試験1つを取りますと、みんな通訳案内士に興味を持つのは日本文化を英語で説明したいというそこなんですよね。いわゆる喋りたいわけです、日本文化について。で国際的なコミュニケーションをやりたいわけですよね。でそうやって通訳案内試験に興味を持っていざ試験を開いてみると、もちろん文法とか、その語彙とかそういった能力は必要になっていきます。そうなるともうそこで最初に日本文化を英語で伝えたいと思っていた気持ちはさておいて、その筆記試験のための勉強ということで、また語文系とかああいった話になっていくわけですよね。ただその語文系も悪くはないんですけど、そこでまた筆記試験という感じで大学入試みたいな感じの勉強になってしまうと面白さがなくなっていくし、最初の目標であった日本文化を説明したいという気持ちがどっかに行ってしまうということが非常に多いんですよね。だからそこで私が考えたのは、例えば今私が通訳案内試験を受けたとすると不合格になる可能性はゼロですよね、まず。だから要するに何が合格に導くかというと、英語で日本を説明できるという能力があったら誰だって合格できるわけです。だからまずはその理想を絶対忘れないようにしよう。英検でも何でもそうなんですけど、最終目標は英語をしゃべることです。そのしゃべる能力をちゃんと身につけていけば試験は合格するという、そういう考え方からですね、学校を作ったわけですね。だから通訳案内試験のそのコースの中ではもちろん文法とか、語彙とかやりますけど、やっぱりそれはあくまでも最終的に英語を運用する、しゃべることを目的として勉強していくと、そうすると実力がついていけばおのずから試験って受かるんですよね。そういう理念でやっているわけですから、英検も同じような考えです。それで一つね、興味を失わずに最初のスタート地点の日本文化を伝えたいという気持ちを忘れずに、できるだけ勉強式でいけたらなというのが私のコースの理想であるわけですね。私もいろいろと最近ちょっとラジオもやってまして、テレビとかラジオとかいろいろやってるんですけど、そういうことをやりつつ学校の授業もちゃんとやってるのかっていう疑問の声もあったりするんですが、この学校を始めて以来ですね、12年間、教材は全部私が作っております。でそれから授業も全部自分で担当しています。これは一つは自分で作った教材でないと、その教材のなぜここに穴を開けたんだとか、なぜここに架線を引いたかっていうところが見えないんですよね。だからやっぱり基本的に教材っていうのは自分で作って自分で講義をやるっていうのが基本であります。そういった意味から私の本職はあくまでもですね、この通訳案内試験の講座でございますから、そこら辺ははいろいろ言う人もいますけどもね、それは勘違いでございますんで、そういうわけでお話に入っていきたいと思うんですけども、さてこの通訳案内試験、お受けになったことがあるという方いらっしゃいますか？あ、分かりました、これ受けてみると分かるんですよねどんな試験かっていうのはね。ただ受けてみないと分からないんで、まずはそこのところからちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、今日の資料の中でですねこの通訳ガイドコースの賢い療法というちょっと厚めの冊子が入ってますが、これをちょっと取り出してください。よろしいですかね。じゃあまずこの、2ページのところ、開いたところから進めていきたいと思います。左ページの方ですね。でまず通訳案内試験とは何かということを概要だけ説明しておきますけど、意外とこの試験をお受けになった方でも初めて聞いたというところがあるかもしれないですよ。まず1つ目にこの試験の概要で、報酬を受けて外国人に付き添い外国語を用いて旅行に関する案内をするための国家資格と、これ4つポイントがあるんですね。もう何と言いましても最初は報酬を受けてというところです。これ報酬が発生しなければいわゆるボランティアガイドつって何やっても自由なんですよね。ただ報酬が発生する以上はしゃべる内容、それからまたはその、例えばこれツアー全体をですね通訳ガイドがコントロールする形になりますから、病気になったとか怪我したとかなくし物したとか、そういったことなんかも全部責任問題に発生していきます。だからいわゆる報酬を受ける限りはこの国家資格というのが必要になっていくわけですね。から2つ目のポイントは、この外国人に付き添う、例えば日本人相手に付き添って報酬取ってもこれは資格いらないんです。それはそれから外国語ですね。これ外国語を用いなければいいわけですよね。そしたら免許はいらない。で最後に旅行に関していなければこれ単なる通訳ということになりますから、これまた、免許いらないんですけど、この4つの条件が揃っているようなお仕事の場合には、国家資格がいるということになるわけです。よろしいですかね。でなぜ国家資格が必要なのかということについてはもうちょっと後でご説明しますので。であと2番は、これも後で詳しく出てきますけども、国土交通大臣が実施すると、それから通訳案内士として登録、免許制から登録制に変更とありますが、これも後で説明いたしますね。から3番、資格に受験者に制限はないです。外国人でも受けられるというところがちょっとね変わっているところなんですけども、